敵を倒せば先に進める。素直な仕組みで罠みたいだ。単純すぎる。考えすぎ。ひねくれ者は光の戦士になれないよ。この程度で失格なら、光の戦士になれるのは頭空っぽのやつだけだな。そうやってものを考えずに戦ってきたら、Z カースを倒せなかったんじゃないか。そういえば、そうだ。何？前から気になっていたが、この世界はずっとカオスと戦っている。そのずっとっていつからだ。パラミティアにカオスが現れたのは何年ぐらい前の話なんだ。そう、いつだっけ、覚えてないな。とぼけるなよ、知らないはずないだろ。本当にわからないんだよ。嘘だと思うならよそで聞いたら。誰も覚えてないと思うよ。冗談だろ。そんな大事なことどうして忘れる。さっきも言ったけど、パラミティアの人は過去にこだわらないし。納得できるか、そんな説明。君が納得しようがしまいが、それが世界の現実なのよ。
Thank you.